である大海牛の化石が日本で初めて発掘されたのが長野県です。渡辺さん、はい、どこまで聞いてましたか？ごめんなさい、よく覚えてません。そうか、まあ、あのお昼寝は先生も大好きだからね、うん、でも今日の授業は先生にとってすごく大事な授業なんだ。これをみんなに伝えたくて教師になったと言ってもいいぐらいに。じゃあもう一回簡単に説明するね。日本列島がユーラシア大陸から離れるときに大地が裂けて真っ二つになってしまった。で、本州は真ん中から東と西に割れちゃって、深さ6000メートルもの大きくて深い溝ができてしまった。これをラテン語でフォッサ、溝、マグナ、大きなという意味でフォッサマグナと言います。さて、この溝はどうなったと思いますか？川になった。惜しい、残念。正解は海です。海、ね、日本海と太平洋はつながっていた、ね、だからここは昔は陸地じゃなくて海の底だったっていうわけで、それでね、それでこう本当に長い長い時間をかけてその海底火山の活動から生まれるその隆起だったり、その火山岩だったりで、うわ、砂泥とかもう本当もうそういうのがこうずーって積み重なって積み重なって積み重なって今の日本が出来上がったんです。え、じゃあここ所沢も海だったんですか？そうなるね、うん、うん、そうなる。まあこの話はあのまだまだ研究中で、でまあいろんな説があるんだけど、フォッサマグナの存在は確かです。みんなにその先生が何を言いたいかっていうと、人間は何も知らずにぼんやり生きてるってことです。あ、じゃあ最後に渡辺さん質問です。フォッサマグナの海に住んでいた生き物たちはどうなったでしょうか？陸地になる前に逃げた。うん、そう、逃げることができた生き物たちもいたでしょう。ただ多くの生き物たちは溶岩や土の中に閉じ込められて化石になって暗闇でじっとしてる。暗いよー、海に帰りたいよーって泣いてるかも。はい、終わります。キリッ。